水口優太と申します。色スタイリストの向井田です。ガルテで店長してます。谷口優です。大阪で、フリーランスしてます、中川明亜くんです。いるスタイリストの小林隼人です。飛躍的仕掛けてるぐらいのこのなんかどんどん状況が変わってきてるっていう1年かなっていう感じで、まあカミングスーンがそれのなんかこうスタートの合図になったかなっていう感じですね。まあカミングスーンをきっかけにいろんなことに挑戦しようと思っていく中で、まあ、結果出なかったり結果出たことあったり、まあ、1年間通して、まあ、これきっかけにいろんな人の活躍も見ながら刺激されつつ成長できた1年かなって思います。そうですね、カミングスーンきっかけからこう外部での臨店だったりセミナーする機会がまあたくさん増えて、すごいこう自分のことをもともと知ってくださっている方からもちょっとずつこう自分が成長していく中でのなんかちょっとこう嬉しい言葉とか親心のように感じてくれる人も増えて、まあ、なんかすごいきっかけ、すごいターニングポイントになった機会だったなと感じてます。注目される機会も増えたんですけど、やっぱりそれに応えれる技量がまだ足りてないなっていうのがちょっと自分の中の悩みというか、これからやっていかなきゃいけないなと思うところなので、そこを頑張っていきたいなっていう悩みのどっちかというと1年だったかもしれないです。なんかカミングスーンに最終的に残ったこのメンバーの方の活躍もすごいインスタとかで見てて、本当に毎日刺激をもらってます。コロナ前とかはあったんですけど、なんかすっかり忘れちゃってたっていうか、忘れてたまでいかないですけど少なくなってた中で、街を歩く時だったりとか、まあ、携帯触る一瞬だったりとかでこうデザインを探そうっていうのが結構増えたかもしれない、増えたっていうか、まあ、そういう腕が日常に戻されたって感じになりましたね。まあ、いい時は自信にもなったし、悪い時はちょっとトラウマになりそうな時もありながら、やっぱ比べる基準っていうのが明確に自分の中でできたのはすごくありがたかったなっていうのは思いますし、悪い時は追いつかなきゃって思うし、いい時はなんかもっと差をつけれるようにとか、なんか自分の中の美容師としての基準っていうのはなんか他の人が持てない基準じゃないですか、同世代の中で。なんかインスタでしか比べられないけど、オフラインで会えてしっかりやれたっていうのは自分の中で大きかったですね。そこから基準ができたっていうのが一番自分の中で、きっかけとして大きかったですね。幅広く、なんだろう、挑戦できるような自分に、まあ、少し変化できたのかなっていうのが、まあ、1年経っての成長かなと思ってます。カラー剤の案件とかに触れさせてもらう機会がちょっと増えて、それはすごいありがたいことなんですけど、やっぱりさっきもそうだったんですけど、なんかそれに対してのやっぱ技量がまだ満足できないなっていうところがすごいあるなと思ったので、なんかある意味そういうセミナーとかやらせてもらってなんか足らないところが改めて分かったので、すごいいい機会だったかなと思います。そのお客様へのこう接し方だったりとか、こう提案の幅とかがすごく広がったなって思います。まあ、一個ずつそのできる技術を増やしていって、まあ、どの時代に来てもやっぱり合わせられるような美容師さんになりたいなっていうのがあるんで、その自分のお客さんのアフターケア、将来のビジョンを見せられるようになりたいなっていうのが今のテーマなんで、特化してない技術を頑張るっていうのがこれからのちょっとテーマです。これからもなんか僕も挑戦し続けるんですけど、こうなんか下の子とかになんかこういい影響を与えられるような美容師になりたいなと思いました。いろんな職業にこう触れていきたいっていうのがすごいまだ始まりたてで、まあ、どこまで大きくできるのか、途中でやめてしまうのかとかもわからないですけど、っていうのをこう目標に頑張っていきたいですね。ただ可愛いだけじゃなくて、それにプラスなんかそういうファッションとか組み合わせていけたらなってすごい思ってて、まだ全然できてないんですけど、そういうのはちょっと今年来年どんどんチャレンジしていきたいなっていうところかなと思います。こう周りから見たらこうまだ若い世代みたいな感じなんですけど、まあ、ここからこうもっと力をつけて、なんだろう、美容業界的に超えるとかじゃないですけど、こうなんだろう、若い世代っていうくくりを、まあ、ちょっとずつこう抜けていって、そこでもちゃんと自分が活躍できるような風にはしていきたいかなっていうふうに思います。なんかコンテストってこの
割とこう上手くなったりとか、そうやってデザイン性を身につけたりとか、まあ、それこそ知名度だったりとかお客さんからの信頼とかっていうのをいち早く手に入れられる、まあ、結果が出ても出なくてもものかなっていうふうには思うので、挑戦していくのが一番早く上手くなれる秘訣なのかなっていうふうには思います。コンテスト参加する意欲、なんだろう、どうしようかなって迷ってる人とかはやった方がいいなっていうのは一番思いますし、やった方がいいことしかないから、やっぱりいろんな人に挑戦してほしい、なんかしてほしいなっていうのも上からですけど、してほしいなと思いますし、自分ももっともっとやっていきたいなっていうのはあるんで、なんか同世代とかこれから挑戦する人と一緒に頑張りたいなって思います。そうですね、なんかこういう中にいるからこそ自分もこう上がってこれるというか、なんか闘争心も出るというか、いい意味でこう高め合える存在でいられるので、なんかこういうなんか挑戦はなんかこれからも続けていきたいなと思います。まあ、そんな偉そうなこと言えないんで、僕本当全然大したことないんで、ちょっと僕も挑戦中だし、これからも挑戦していくので、ちょっと皆さんも一緒に挑戦して楽しく美容業界盛り上げていきたいです。欲しいものを手に入れる方って、まあ、共通して挑戦して失敗を繰り返す中で、こう今の立ち位置というか立場まで上ってる、収めてる方々なので、なんかこう自分の中で自信につながる結果が一つ二つ増えていくと、なんか挑戦することもどんどん怖くなくなっていくと思うので、うん、まあいいなと思ったものは挑戦した方がよろしいと思います。カメリスムまたやるとしたらエントリーしてくれますか？わかります。はい、ありがとうございます。それはありがとうございました。お願いします。こんにちは、リア代表のゆずです。まあ、あれから早い1年が経つと思うと、時間の流れがとても早く感じるんですけど、結構この1年間でいろんなことあったんで、逆になんかまだ1年しか経ってないんだみたいなのも思います。カミングスーンに出演させていただいてから、結構技術的な面で評価していただくことが多くなって、ヘアキャンプさんに出演させていただいたり、これまでやりたいと思ってたセミナー活動だとかサロンワーク外でのお仕事が、まあ、まだそんなにすごいたくさんではないんですけど、ちょいちょいとさせていただけるようになりました。ありがとうございます。ウィンド東京のみゆです。カミングスーンのコンテストを通して、まあ、その年にの12月に900万売り上げ達成したのもそうですし、今年に入ってまあそのコロナも少し落ち着いてきて、まあコンテストとかもいろいろ再開し始めて、で今までの自分だったらそういったコンテストも本当にあんまり参加しないタイプだったんですけど、そこに関してもやっぱ今年はいろいろ挑戦しようっていうのを去年から継続してできているなって、すごい実感してるというか、できているなって思ってます。それはやっぱこれから自分が美容師していく中でもやっぱりずっと続けていかないといけないこと、楽しむためにも続けていかないといけないことだなと思うんで、そう思えたっていうのもコンテストを出たことによって、コンテストを出てそう思えたっていうのもあるかもしれない、あります。で次がコンテスト2つあって最後 あのファイナルなんで、今自分が目の前の目標というか挑戦することはそこだなっていう、でまたそれが終わったら新しく挑戦することを自分で見つけてまたやっていこうかなと思います。なんか何でもそうですけど、やっぱその 何かに挑戦するってことは、やっぱその自分の新しい道を開く本当に大きな一歩だと思うんで、なんか迷うくらいだったら何でも挑戦した方がいいなってすごい私は去年か挑戦してすごい思ったので、とりあえず何事も挑戦してみようみたいな、本当に軽い気持ちでいいと思うんで、やってみようぐらいのテンションでやったら意外とうわいいとこまで行ったとか絶対なったりするんで、まずは何事も挑戦していくところから始めてみてもいいかなと思います。